ハイダはカナダ海軍の駆逐艦、トライバル級。艦名はカナダの先住民族の一つであるハイガ族にちなむ。ハイダはカナダ海軍、イギリス海軍、オーストラリア海軍において運用された全27隻のトライバル級駆逐艦で唯一現存している艦であり、カナダ海軍艦艇で最大の撃沈戦果を挙げた功績から王立カナダ海軍の再奮闘艦と呼ばれる。 博物館船として現存しているハイダは1984年にカナダ国定史跡に指定されたほか、2018年にはカナダ海軍の儀礼的な機関に任せられた。ハイダは1941年9月29日に入荷するアポンタインのビッカース・アームストロングで、建造番号41番として、寄港、1942年8月25日に浸水。 1943年8月30日にカナダ海軍で収益した。ハイダは初代艦長ハリー・ジー・デウルフ・中佐の指揮の下で公焼を行った後、1943年10月にスカッパフローでイギリス海軍本国艦隊に加わった。ハイダは11月15日にエベコから出港した塩素船団。 JW54A 船団の護衛艦艇に加わり、1943年11月18日から24日まで護衛を実施した。11月28日には、ロシアから戻る RA54 バイト船団を護衛して、一切の損害なしに12月9日エベコへ到着した。12月20日、エベコからロシアへ向けて JW55 バイト船団が出港し、ハイダは、 護衛任務に参加した。ドイツ海軍の戦艦シャルンホルストが戦団を攻撃すべく出撃してきたため、北、岬沖海戦でシャルンホルストが沈められるまでの間、ハイダや他の護衛艦,艦艇たちは戦団を守り危険から遠ざけていた。12月23日に戦団はドイツ空軍の G88 に攻撃されたが、無傷で切り抜けた。ハイダは、 RA55 バイト船団の護衛に加わり、コラワンを12月31日に出航し1944年1月8日にイギリスへ到着した。1944年1月10日、ハイダはプリマスで第10駆逐艦戦隊に配属され、ビスケーワンやドーバー海峡のフランス沿岸で敵の船舶を掃討することになった。第10駆逐艦戦隊と軽純洋艦、ブラックプリンス、 ベローナは第26部隊を編成、4月までハイダは合計19回の任務を実施した。4月25日から26日にかけて、ハイダとブラックプリンス、駆逐艦アシャンティ、カナダ海軍のアサバス艦そして、ヒューロンはドイツ海軍第4水雷艇船隊所属の T22 型水雷艇、T24、T29、T27 と遭遇した。T27 は、 早々に被弾して、モルレーに撤退し、ハイダは T29 を撃沈、T24 は損傷しサンマロへ逃れた。アサバス艦の生存者救助に用いられたハイダの内科亭。1944年4月29日。4月28日から29日の夜、サンマロからブレストへ移動しようと試みた T24 と T27 をハイダとアサバス艦が、 ホスタイル作戦の一環としてサンブリユー沖で迎撃した。アサバス艦は T24 からの雷撃を受けて沈没してしまったが、ハイダは T27 を砲撃し格座、炎上させた。最終的に T27 は高速魚雷 t MTB673 によって破壊された。アサバス艦の乗員128名が戦死し、ハイダは アサバス艦の生存者44名を救助した。さらに83名がドイツ軍の捕虜となり、フランスへ移送された。ノルマンディ上陸作戦に先立つ数週間、ハイダと両艦ヒューロンはホスタイル作戦を継続した。ノルマンディ上陸作戦の期間中、ハイダを含む第1駆逐艦船隊はドーバー海峡西口で水上戦闘に加わった。 6月8日から9日、ハイダは第26任務部隊に加わり、ドイツ海軍第8駆逐艦船隊の駆逐艦 Z32、Z24、ZH1、水雷艇、T24 とイルドフランス北西にて交戦した。この海戦でハイダとヒューロンは共同で Z32 を沈めた。シェルブールが陥落したことで、ドイツの S ボートはルアーブルへ移動したため、 第10駆逐艦船隊は任務から解放された。船隊はそれから連合軍の高速魚雷停隊の援護に主要な任務を果たし、フランス沿岸のドイツ側船舶相当も継続して行った。6月24日、ランズエンド沖のドーバー海峡を紹介中に、友軍のリベレーター爆撃機が敵潜水艦を発見し爆雷攻撃を行った。さらに通報を受けたハイダと、 イギリス海軍のエスキモーも爆雷攻撃を実施した。数度の攻撃の後、潜水艦は浮上し、逃走を図った。ハイダとエスキモーは砲撃を開始し、ついにこの潜水艦を沈めた。この U ボートは U-971 であり、ハイダは生存者6名を救助した。7月14日から15日にかけて、ハイダとポーランド海軍の駆逐艦ブリスカビカは、 ロリアン沖合のグロは島付近でドイツ側戦団を攻撃した。苦戦艇 UJ1420 と UJ1421、小船一隻を沈め他の二隻を炎上させた。8月5日から6日にかけ、ハイダはキネティック作戦の総統任務に加わった。ハイダを含む総統部隊は、U 島北方で敵戦団を攻撃、総海艇 M263、 M486、小海艇 V414 と沿岸ランチオットを沈めた。戦闘中、ハイダの手法の一つで砲弾の爆発事故が発生した。この事故で2名が死亡、8名が負傷し、その手法は使用不能になった。ハイダらはさらに別の戦団を攻撃しようと試みたが、沿岸砲台から砲撃を受けたため撤退を余儀なくされた。 ハイダは9月22日に西ヨーロッパを離れ、同月29日のバスコシア州ハリファックスに到着した。ハイダは新型レーダーを装備した後、1945年1月、半ばにスカパフローへ戻った。ハイダは3月19日にノルウェーのグレンスン同期に機雷を投下する空母を護衛し、3月24日から28日にかけて、 トロンハイム沖の海上輸送攻撃を支援した。4月7日、ハイダはスコットランドのグリーノックからソ連側へ引き渡すためにバエンガへ向かう対戦艦艇7隻を護衛した。4月16日、JW66 戦団を護衛するためにハイダはクライド川を下った。4月29日から5月2日にかけてバエンガからの RA66 戦団を護衛中、 第二次世界大戦のカナダ海軍にとって最後となる戦闘の一つを経験することになった。戦団は攻撃を受け、ハイダとヒューロンの傍らを U ボートが発射した魚雷がかすめていった。小規模な光戦においてフリゲートカングトウオルが沈められたものの U-307 と U-286 の2隻を撃沈し、戦団は吹雪の中を無事に通過していった。 ハイダとヒューロンは5月6日にスカパフローへ戻り、5月17日にノルウェーのトロンハイムフィオルドへ展開し、現地住民の艦隊を受けた。5月29日から31日にかけて、ハイダ、ヒューロン、従順洋艦、ベリックと第5護衛グループは降伏した U ボートの接収のためトロンハイムへ派遣されている。ハイダはヒューロンと色恋と共に、 ダウンホール作戦への参加に備えた改装を受けるため6月4日にハリファックスへ向かう。6月10日の到着後、熱帯地用の改装を受けたが、日本の降伏に伴って中断され、ハイダは1946年3月20日に解約された。朝鮮戦争において、アメリカ海軍の駆逐艦バックから4インチ砲弾をハイダに移しているところ、 1953年6月9日、ハイダは約1年間予備役に置かれたが、1947年には、並走と電波装備類の近代化のため現役復帰した。既存の手法はすべて撤去され、全部手法2機は4インチ連装広角法に、後部手法は3番法が3インチ連装速射法に、それぞれ換装されたほか、4番法があった場所には、 スキッド対戦迫撃砲2機が設置された。マーク63放射撃式装置が装備されたほか、メインマストはアルミニウム合金製の高さが低いものに置き換えられ、煙突にはファンネルキャップが取り付けられている。ハイダには275型、SPS-10、SPS-6、293型、262型レーダーと140型、 174型ソナーが備えられた。改装中に火災で環境が焼けたほか、速度試験中にボイラー配管が破裂する事故が発生した。1947年5月にハイダは艦隊に復帰した。ペナントナンバーは G63 のままであった。ハイダと姉妹カンヌートカは続く数年間をアメリカ海軍やイギリス海軍と カナダ海軍大西洋艦隊艦の共同演習に参加して過ごし、1948年秋にはハドソン湾を通過した初めてのカナダ海軍艦になった。1949年6月4日にはノバスコシア州ポートモートンで座礁事故を起こした空母マグニフィセントの救援に参加した。1949年11月、ハイダは 大西洋上に墜落したアメリカ空軍の B-29 爆撃機の乗員18名を救助している。12月、ハイダはハリファックスで倉庫艦、宿泊艦に格下げされた。1950年6月25日に朝鮮戦争が始まったことでハイダは活性化された。1950年7月に護衛駆逐艦への改装が始まり、兵装、センサー、 通信機器類が更新された。改装が完了したハイダは1952年3月15日に最終駅し、新たなペナントナンバーに215が与えられた。9月27日にハイダは日本の佐世保へ向け、ハリファックスを出港、パナマ運河を通過し11月6日に到着した。ハイダは11月18日からヌートカを支援し、 朝鮮半島西岸で空母の護衛や沿岸部の紹介を行い11月29日に補給のためサセボへ戻った。12月4日に朝鮮半島東岸を紹介し、アメリカ海軍の護衛駆逐艦ムーアと共同で、四つの鉄道操車場、沿岸砲台、北朝鮮軍部隊を砲撃した。12月18日から19日にかけてハイダは敵の列車を砲撃したが、 その蒸気機関車は、そばのトンネルに隠れてしまい、トレインバスターズクラブの仲間入りはならなかった。ハイダは1953年1月3日に消会へ、戻り、空母の護衛と沿岸部の砲撃を継続した。1月29日、利ン軍北部の列車を攻撃し、ハイダはトレインバスターズクラブの仲間入りを果たした。5月26日には2編成目の列車を破壊。 白自前のキロで漂流していた、キライ一行を爆破している。6月12日に、ハイダは佐世保へ戻り、西回りでスエズ運河を通過し1953年7月22日に、ハリファックスへ到着した。ハイダは2度目の挑戦展開のため1953年12月14日に、パナマ運河を抜けて1954年2月5日に、到着した。 すでに休戦協定が結ばれてはいたものの、北朝鮮と中国の協定違反行為が発生していたため、韓国周辺でプレゼンスを示す必要があった。1954年9月12日に朝鮮水域を離れたハイダは、スエズ運河を抜けて11月1日ハリファックスに帰着した。朝鮮半島での任務後、ハイダは他の北、大西洋条約機構加盟国の官邸ともに、 大西洋と西インド諸島での対戦紹介任務につく。1956年5月、ハイダは色コイとヒューロンと共に都市や町、港を訪問した。ハイダの艦隊や装備は不具合を抱えており、1958年1月から改装が実施された。様々な問題解消のために、さらなる改装を実施した後、1960年1月に、 西インド諸島へ向かう。しかしながら、4月3日に抱き歯車で故障が発生したことで、ハイダの不具合は最高潮に達し、ハリファックスへ引き返さざるを得なくなった。5月の全面点検の結果、ハイダには広範な腐食や亀裂が発見され、年内いっぱいをカンドックで過ごすことになった。1961年3月に、高天下での任務中、 新たな亀裂が見つかったため6月から7月にさらなる修理を行った。1962年3月には再び亀裂が発見され、1963年2月まで修理に費やした。ハミルトンの大急不倒に係留されているハイダ。続く困難の中、ハイダは最後の任務に充てられ、5代子での夏の巡行を行った。 1963年4月25日、ハイダはテレビスタジオを乗せてハリファックスを出港し、様々な巡航や兵装の訓練を実施した。巡航の参加者の中には、元カナダ海軍の歌手官であったニール・ブルースがいた。ブルースはハイダをスクラップの運命から救い保存を試みるために、他の4人と共にハイダ株式会社を結成した。 ハイダは1963年4月30日に退役した。ハイダは20年間の現役生活で地球27周分に相当する688,534.25海里を航行し、カナダ海軍艦艇で最も多くの敵艦艇を撃沈した。ハイダはハリファックスへ戻り、シドニーのプロテクター海軍基地で予備役のカテゴリー C に置かれた。 1964年に王室資産払い下げ機構はカナダ海軍の予算削減の一環としてハイダをスクラップとして払い下げると発表した。ハイダ株式会社は2万ドルで入札し所有権を獲得した。準備の後、カナダ海軍はハイダを民間の所有物にするためケベック州ソレルのマリンインダストリーズの造船所へ,へ移行した。カナダ海軍の予備役部隊 HMCS ヨークが最小限の乗員を派遣し、ハイダー2隻のタグボートにトロントへ栄光された。1964年8月25日、来賓であるハイダーの初代艦長、ハリー・デ・ウルフタ駅中場と共に、ハイダーは到着した。ハイダーは修復の上で、再び G63 のペナントナンバーを施されヨーク通りの近くに、接岸した。 1965年8月、ヨーク通り近くの不当で、ハイダは一般公開された。当初、トロント市は、エキシビションプレイス金傍のプリンセスゲート近くに、軍人記念公園を建設し、ハイダの保存運動と結びつけようとしていた。60年代後半に、ハイダ株式会社は、資金的な困難に直面し、ハイダの権利は、州政府に1ドルで売却された。 1970年にハイダはアミューズメント施設オンタリオパレスがあるトロント海岸の西の端に移された王立カナダ海事訓練生の訓練施設としても用いられたハイダの隣に展示されているハイダのスクリュー2002年オンタリオ州ハミルトンのカナダ議会議員シェーラーコップスの推進によりパークスカナダが州政府からハイダを購入し 艦隊の回収作業のため500万ドルと非常な困難を伴い、ハイダをオンタリオパレスからポートウェラーへ栄光した。この回収作業で、ハイダのペナントナンバーは再びで215に戻された。ハイダがカナダ海軍に収益して60周年となる2003年8月30日、第31王立カナダ海事訓練生部隊、ライオンによる12ポンド海軍砲の11発の 宿法に迎えられ、ハイダは新天地のハミルトン海岸に到着した。ハイダは現在カナダ国定史跡として、また博物館船として、ハミルトン海軍予備部隊、HMCS スターの正面のハミルトン海岸で展示されている。2006年6月、ポーランドのグディニアで式典が行われ、ハイダはポーランド海軍の駆逐艦、ブリスカビカと双子の協定を結んだ。 両官は第1 0駆逐艦染隊所属として、共に第二次世界大戦を戦い、共に博物艦船として現存している。2009年には、ウェールズ公チャールズと妻のコーンウォール公爵夫人、カミラが訪問。2010年6月29日には、ノバスコシア州副総督公邸において、エディンバラ公、フィリップ・オハイがワールドシップトラストサーティフィケートのハイがの代表者に、 衰退された。2016年9月、ハイダは修理と改装のためへ、ドルマリーン社栄光され、同年12月まで作業を行った。2018年2月、ハイダはカナダ海軍の儀礼的な機関に指定された。1963年1月9日に創設され、オンタリオ州ミシサガのストリーツビルに所在する、第186王立カナダ海事訓練生部隊。 ハイダは、ハイダにちなんでいる。博物館としてのハイダはカナダ博物館協会、カナダ遺産情報ネットワーク、カナダ軍事博物館機構そして、バーチャルミュージアム・オブ・カナダと提携している。アークティック1943から45、イングリッシュチャンネル1944、ノルマンディ1944、ビスケー1944、コリア1952の53。 ありがとうございます。